っていく。どうする？持ってけ。でかすぎる。この一日効果の良さだ。今回の極林の方の説明をします。こだわりスカーフを持たせて道連れします。以上です。え、また来た、また来た。おい、ディグレイブおるぞ。リベンジや。なんだ、来た、夫人来た。あ、いや、もう土下座ダメ。あ、いやー、出すしかねえか。出すしかねえんだな。誘うかな。あ、ディグレイブ、そうだよな。いや、そうなんだよな。あの、投げつけ猿じゃなくて、なんだこいつ、マンムーみたいな、マンマン。この世猿、この世猿、この世猿、やっぱ強いからな、金玉が相性いいから。いや、これさ、いや、勝ちてワンチャン自信、前回できなかったからね。よろしくお願いします。道連れチャンスもあるよ。ある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 、全然ある、全然ある。ねえ、お前、まあ、遅延行為っちゃ遅延行為なんだよね。でもさ、鉄壁か、ここさすがに、さすがに鉄壁か。鉄壁かステロ巻いてくるか。え、ステロでも鉄壁でも別に良くない？何でもいいよ。だったら一回道連れ挟んじゃダメかな。見せたところでって感じじゃない？そっか、さすがにリスキーか。相手ひたすらだったら、そっか、そのなんか鉄壁するターンで磁場コイルした方がいいか。もう磁場コイル出すしかない。そうだな、さすがにここ潮来ないか。潮の可能性もあるけどね。なくはないぐらい、うん、全然ある。なんか死んでったんだけど。指を振るした、これ。指を振るって大爆発聞いた、相手。なんかどっか行ったよ、相手。どういうことこれ。これが道連れ。相手道連れっつうか、もう一人で死んでったよ。え、意味が分かったいたけど、お前極林相手大爆発してるよ、あいつ。なになになに。まあ上から殴れるもんな。上から殴れますね。ワンチャン極林耐えしない？交代で？うん。あ、格闘で？あ、でもそっか、でも、いや、分かった、ごめん、なんでも磁場光を消して極林だし。うん、けどね、積み技あるんだよ、あるらしいんだよ、こいつ。あるな。じゃあ無理やり耐える、極林で無理やり耐えるか。あ、そうだな。あ、これ出すってこと？うん、格闘タイプ読みで。一応格闘半減だから。いや、格闘技でしょ、さすがに。うん、それか積んでくるぐらい。積んできてほしいね。 OK、 神。え、よし、こい、出身あるぞ、あるぞ、あるぞ、極林。これ来たでしょ、確実に。これはドレインパンチしたいでしょ、相手。したい、確実に。上から叩けるからとりあえず殴っときたいみたいな。ああ、もう半分食らって、もう助けなくなってます。耐久的には奇跡ではないっていうのはもう分かってるはずだから。ああ、いや、ビルドしないと思うよ、ここ。とりあえず磁場コイル残したかったんだなみたいな雰囲気を、はい、相手は感じて打ってくるでしょ。打ってくる、打ってくる。ドレインパチ、ドレインパチ。この HP 見て倒したくなる、倒したくならないやついない。行け、決まっていく。どうする、持ってけ。あでかすぎる。この一日効果も良さだ。急所に当たった。急所に当たっていく。確実に死ぬよ、これ。俺が口パッチ。おらーい。
お前も一緒にな。たまごっちたまごっち、種族中の壁越えたぜ。種族中の壁越えていく。よしこっちもいっぱい、もうジバコもいるし、ドドゲさんもいますよ。バーモットです。こいつなんだっけ、ノーマル、ノーマル入ってる、入ってねえ、何こいつ。あ、格闘か。なんか電気技、格闘電気だっけ、うん、あ、これ復活させてくるかもな、相手。あー一致連れした、このよざる、うん、また転生する、転生あるな、転生ある、これもしかして。ゴクリに倒された屈辱のこのよざるが転生するか、これもしかして。まあ別に、ちょっと待って、どうする？時間ない。あ、ごめんごめん、もう頼むわ、ちょっと時間足んねえや。オッケー、研磨するわ。ほっぺスリスリ してきた。でもラム飲みなんですね。ラム飲みなんですよ。これはもう土下座行くわ、次だな。テラスタルまで来てないもんね、うちら来てない。よし、ないかもしんない、わかんないけどね。そうだね、ほっぺスリスリ型はいないっすね。祈りは様子見で、多分まひってから祈りみたいな狙ってるかもしんないから、それはある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 。わっ、まだ分からんね、まひらしてワンチャンだねこれ。そうだね、けど大将動くから。はい、大将は、あいへぇ、最強なんですよ、動いて、ごめんなさい、本当に総大将なんだから。うわー、タスキ、タスキだ、タスキまで行った。助けだったら祈り持っててもおかしくないけどな。ここ祈りなんかね。ああ、だよね。オッケーオッケーオッケー。これ死ぬんでしょ、こいつ。死なない。あ、死なないんだ。うん。強いで。強いんだよ。よかった、冬打ちじゃなくてって感じで。さあ、誰復活した今。いや、わかんない。あ、わかんねえな。名前出たのか、いや、わかんねえ。今出てない気がするな。ねえ。だけど多分アイコンで見れると思うんだよね。確かに。え、倒しちゃったから見えない。これこの夜ザルくんじゃない、ね、いやこれはどうする。またあったなお前。これどっちだ、ドレパンドレパンで死ぬぞ。死ぬんだよな、しかもけど一生不意地するしかねえよな、こっち相手が積もうがなんだろうが、相手 ダイマックス切ってないよね。ダイマックス、ダイマックスじゃない、テラスタル。切ってないけど封じてるしかねえよ。回復されたら終わりだろ。てか耐えないだろ。いや耐えると思うよ、多分2倍だもん。耐えるかな、このエズルやばそうだけど火力。いや信じようぜ。いいの、耐える前提で。いける、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 耐えなそうだけどな。耐えるんだこれ、強いんだよ。いや強すぎる、これは確実に。さよなら、はい、2回倒したら本物でしょ。ここビルドだったらやばいから、やばかった、ね、っていう話です。それもあるね。はい、さあ結局お前に持ってかったよ。お前頑張ってゴクリ倒したりなんか復活したよ。復活の呪文唱えられたよ。なんでだよ、頑張ったのにゴクリ。もうさすが大将で終わりじゃねえかよ。こっちも再起の祈りしてよ、ゴクリンもう一回道連れしてくれた。もう親殺されてるんだろゴクリン。この世猿に。マンキーの群れに殺されたんだろうな多分ゴクリン。いや硬すぎだろ。いや硬すぎなんだよね、何あれ、やばいってマジで。